プロランナーの亀田大地です。大学時代は青山学院大学で箱根駅伝で大学3年生と4年生の時には優勝に貢献する走りをすることができました。ネガティブになる瞬間はめちゃくちゃあります。やっぱ個人スポーツなんで、自分の結果が自分自身に直結してくる。誰もやっぱ走り出したら助けてくれないっていうのもそうなんで、いろんな仕事があるんで、好きじゃない仕事かもしれないですけど、でもその仕事を多分どうしたら少し好きになれるのかなとか、嫌な仕事だけどここの部分は好きだなとか、多分なんか何かしらこう見つけようと思ったら見つけられると思うんですよ。嫌なことに向き合うっていう時間も、豊かさを、増すためには必要なことなのかなとも思ってます。